です。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日勝てば日本一、優勝が決まる大事な一戦となりましたね。うん、これまで以上に選手はね、奮起してね、集中力を高めていると思いますよ。そうですね、ファンも大きな期待をかけています。まずはライオンズの先発松坂がメットライフドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。さあゲームが始まろうとしています。最初は変化球できました。外は入っています。アウトコースのチェンジアップ。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。